Hello, my precious friends. My name is Dr. Kaz k i n o s t a す。今日は次のようなテーマでお話しさせていただきます。一つ目はちょっと面白い話ですけれどもある日教会に行ったらいつもの時間に行ったら礼拝が終わってたという話ですね。その次は和製英語。 発音は英語なのに意味が通じないってやつですね OL 会社で働いている女性の方々は日本で OL と言いますけれどもそ,れそのままだと通じないというお話をしますえ今日の聖句は第二コリントの九章の八節そこを取り上げてですね英語の表現を学んでいきたいと思いますえその後はですね ちょっと発音でですねカミソリのレーザーとですね革靴とか毛皮の皮ですねレザーの発音の違いをやりたいと思います最後にちょっとまあこぼれる話じゃないですけども英語の面白い質問をさせていただきます では私がアメリカで体験した二つの失敗談のお話をしたいと思います。ある日曜日いつもの時間にいつも行っている教会に出会いをに出席するために行きました。教会に着いたらですね大勢の人がぞろぞろ教会から出てくるんですね。え、なんで今頃こんな大勢の人が出てくるんだろうと思いました。 で顔を見ると、いつも礼拝で顔を合わせているような人たちがですね。こぞって教会から出てくるんですよね。変だな、まだ。これから礼拝が始まるのにと思ったんですね。そして、礼拝が始まる時間になったと思ったら。教会が伽藍堂になってしまったんです。その時、ふっと思い出しました。あ,あ。今日、のこの日曜日から。 時時間時間が早くなったんだ教会の礼拝が11時からだったんですけども私の時計も11時頃だったんですけどもその11時は実際はもう12時になってたんですねですからいつもだと10時という時間にですね11時に始まるはずの礼拝が始まってたもんですから私たちが到着した時はもう終わってたというまあそういう。 失敗をしましたその時初めてですね、まあ、初めてでもないんですけれどもサマ、えータイムですねデイライトセービングタイムと英語で言いますけれどもそのことを強く意識するようになりました日本でも昔はこういうのあったみたいなんですけれども今はないんですね一一年中時をこう一時間ずらすということは日本ではないんですけれども世界のいろんな国ではですね夏の日の長い時を利用して 電気をあまり使わないでですね太陽の明かりを十分に使うという意味でですね時間を調整すするんですねそれがデイライト・セービング・タイムですけども春から秋にかけてはですね1時間早めて今まで、えー、6時だったのをですね7時にしてしまうすなわち5時を6時にしてしまうという感じですね。そうすると1日の 明るい時間が使える明るい時間が増えるということでですね、そういうやっているわけです。でアメリカの場合はですね、今は三月の第二日曜日に一時間早くするんですね。日曜日になったときに一時間時計を早くします。それまで五時だったのが六時になりますね。いつも六時に起きていた人は五時に起きなくてはならないということになるわけですけれども。 で朝寝坊の人はちょ,ちょっと困りますね。で、えー、今度は十一月の第一土曜日が終わるとですね、今度は時間がまた戻りますね。一時間ゆっくりなる。今まで六時だったのがあの五時になります。ですから一、えー、時間寝坊の人は助かりますね。一時間予防に出ることができるということで、このようにして国中が一斉に 時間を変えてしまうんですねこれがそのことを知ってるはずの私なんですけどもまた、えー、ミステイクを犯しましたアメリカの大学院を卒業した後アメリカの会社に誘われてですね就職しましたでその会社を通して永住権というのも取ったんですけども毎日朝8時 社員が集まって出勤時間でですね。えー、夕方五時までですね。きちっともう時間通りに。仕事をするような環境でしたけれども。ある朝、月曜日の朝ですね。いつもの通りに。八時ちょっと前に会社に行きました。時計見ても。もうちょっとで八時という。もう時計を確認してですね。会社に到着したんですけれども。誰も来てないんですね。一人も来てない。おかしいな。もう八時なのに。一人も来てない。 で会社のオフィスの時計を見たり部屋の時計を見たんですけどね、ずすべての時計がもう8時になるんですね。8時は出勤時間、時計は合ってる、私の時計も合ってる。なのに誰なんで誰も来ないのかと思って不思議に思いました。でとりあえず待つことにしました。もしかして今日は私の知らない特別な休日なのかなとか思いましたけども、ちょっと待ってみることにしました。 で私の時計がそろそろ九時になるなと思った頃にですね。ぞろぞろってみんなが集まり始めたんです。で会社のいろんな雑用している方がですね。来たら途端にですね。すべての時計を動かし始めたんですね。一時間ずらし始めたんです。で私の時計はそろそろ九時と。なんですけど、全部逆戻りしてですね。九時だったはずの時間が。八時になっちゃったんです。それで。一時間後にですね。 8時になったということで社員が集まってきたんですでその時もですねうっかりしてデイライトセービングタイムのことを忘れてたんですねああ今日時間が変わった日なんだということでですねちょっと、えー、ほろ苦い経験をしましまたえ皆さんもそういう夏になったら時間が変わるような国にいた場合ですねそのところをよく念頭に入れて 電車ににに乗乗りりりり遅遅れれたたたた飛行機ししないいいようにしていただきたいと思いますえす、ー、次はこの和製英語のお話をしたいんですけれども、まあ、和製英語の中にはいろんなタイプがありまして全く全てが英語としては通じない発音も何もそもそもそういうあの英語は存在しないという和製英語もありますけれども英語そのものは存在するんだけども そういう使い方そういう意味ではないというような和製英語もありますねあるいは発音がだけが和製化してしまったという和製英語もあるんですけれども今日ちょっとお話ししてみたいのはあの OL 日本式に言うと OL ですねのお話ですアメリカの会社で OL は一人も働いてないんですね一人もいない見たことないんです私 私の働いていた会社も意外と大きい会社だったんですけども一人も OL がいないんですよね。で日本は今女性をもっと重視するっていう方向に向いていまして女性側のチームも高くなってきまして OL のポジションも良くなってきたんですけどね日本の会社は OL がたくさんいますよね。けれどもアメリカには OL がいないんですよ。 なんでいないか、それは O.L. の意味が違うということですね。日本では O.L. っていうのはどういう言葉から来たかというと、office lady、o f オフィスで働く女性、オフィスレイ lady をの O と L を取って O.L. という言葉を作ったんですけども、これは日本独特の使い方ですね。 英語では OL はオフィスで働く女性のことを意味してないんです、えー、OL は実,際実はですね Old Latin 古典ラテン語ですね Old Latin の O と L を取って OL というんですねですからアメリカでは OL は一人も働いてないということですではいわゆる日本で OL という表現を 英語でどのようにしたらいいかという話ですけども次のような表現を使うとぴったり意味が通じますね a female office worker female は女性ですね the office worker オフィスで働く人 a female office worker で日本式の OL の意味になりますねで、男女の区別なく いう表現もありますねそれはフィーメイをつけないで「an office worker ですと男性とか女性とか意識しない表現ですね。英語では男性女性あんまり意識しない対等の立場という関係ですね意識しない場合も多いですから「I'm an office worker」「私は OL です」という時ですね「I'm an office worker」ということもできますしあるいは「I am a female office worker」 だけど人に言うとき自分が女性だからわざ,わざそんなこと言言う必要なないですよね。言わなくたって分かるから普通自分から言う場合は「I'm an office worker」けれども誰かのことを紹介するとか「she is a female office worker」だからあんまりそういう表現も使わないとは思いますけれども、えー、あえて言うならばまあそういう表現になります。でついでながらですねあの事務所会社で働いていてもですねあのいわゆる事務の仕事をする だけの人ですねコピーしたりタイプしたりそういう仕事をする人だけもいますけれどももうちょっと管理職ですねあれは総合日本でいうと総合職ですかいろんな責任を持って企画したりとかですねいろんな責任を持ってやる立場日本では総合職と言いますけれども英語ではそれは何ていうかそれは「マネージ w o r k e ー m a マネージというのは管理する」っていうんですね。その Managerial Worker 管理する立場の働き人それで、まあ、総合職という意味になります、えー、今日の聖句はですね第二コリントの9章の8節そこの英語を学んでみたいと思います In all things at all times having all that you need you will abound in every good work あなた方は必要なものすべてを手にしすべてにおいてすべての時に満ちるようになるでしょう。Things, times, you need, you この聖句をちょっと学んでみたいと思いますね。<laughs> この聖句の背景はですね私なりにり理解しますと。 喜んで捧げる人たちへの神様の報い、神様からの報いの約束だと思いますね。ケチな人は、物心ともに痩せ細っていくということになると思います。では、今日のこの聖句をですね、もうちょっと、えー、詳しく見てですね。どのようにしたら、その聖句の英語が出てくるか、というお話を、えー、説明していきたいと思います。 えー、今日の聖句にやはり二つのとりあえずまあ二段階の説明をしないといけませんけれども第一段階の説明をさせていただきますとこの聖句に二つの文章が隠されていますというかはい背,背景にありますね最初は you need all あなた方はすべてを必要としています you need all という文章とですねまあこれ今後半の 話なんで「すけどもで You have it」「あなたはそれを持っています」という二つの文章がまず「Having all that you need」の背景としてえそこに隠されております。で「You need all」「あなた方は全てを必要としている」というものをですねちょっと変化させて「You need」ですね そして、「お」を先に持ってきてその間に「that」という言葉をこの「that」はあれ」という意味じゃないんですけどね「お」を先に持ってきて「you need」を後に持ってきてその間に「that」という言葉をつけますとですねこれはあなた方が必要な全てということでこれ名詞になっちゃうんですか全体がね。これは、 名詞か十二いうの私の,あのつけた番号ですけどねこれがどうして名詞かっていいますと「あなた方が必要なすべて」の後に手にお刃をつけてすっきり意味がすっきりすればそれ名詞なんですね。あなた方が必要なすべて「をでもいいし「あなた方が必要なすべて「の」でもいいですしそれは全部手にお刃をつけてすっ,すっきりするのは名詞なんですね。で何度もも繰り返してるんですけども 名詞化された表現それはどんな長いものであっても他の文章の名詞と入れ替えることができます。でもう一つ隠された文章が「You have it あなたはそれ」を持っていますそれ it ですねやっぱり「それを」ををつけてしっくりくる表現ですから名詞ですね。それを入れ替えて「all that you need」にしますと「あなた あのあなた方はすべて必要なものを持っていますという文章になります。You have it の代わりに、You have all that you need という表現が可能ですね。えー、今のセイクのところはですね、ある意味で、えー、ダブルと二重構造になっていますので、もうひとひとひのりちょっとありますので、その説明をしていきたいと思います。 もう一度同じ成句なんですけれども In all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work、えー、ここでですね、今度は Having all that you need のところをもうちょっと広げて理解しますと、えー、どうなるかと申しますとここにやはり二つの背景となる、えー、文章が隠れていますね あなた方は必要なものをすべて手にしていますという文章と今度は文章全体。この「unquestionably」これは疑いもなくあなた方は疑いもなくすべてにおいてすべての時に満ちるようになるでしょうという この2つの文章がこの背景にあると思ってください。でこれをどうしたら合わさったこの政府のような文章になるかということを説明したいと思います。まずですね「You have all that you need」あなた方は必要なものを全て手にしています。これをまず「all that you need」そのままにして「you have」のところの「 You 主言を取ってしまってですね持ってますと「have」に「ing」をくっつけちゃいますね。having all that all need you そうするとですねどういうことかっていいますとあなた方は必要なものをすべて手にしっていうこれは福祉化されたっていう意味なんですね福祉化。福祉化の8番なんですけどね。 その化名詞あるいは名詞化された表現は手に大葉をつけると好きするから非常に名名詞詞化化あるいは名された表現って分かりますよね動詞というのは「何々です」とか「何々する」とかいう、うん、意味のものですから動詞もすぐ分かりますねでは福祉はどうして見分けるか知ってる人にとってはまあ当たり前のことなんですけども「副詞はどうして見分けるか」っていうとまずその後に手に大葉をつけるとおかしくなっちゃいますね。 あなた方は必要なものをすべて手にしはあるいは「あなた方は必要なものをすべて手にしを」でもおかしいですね。で「福祉」はどうして区別するかその後に動詞をくっつけて意味がすっきりするとそれが「福祉」だということがわかりますあなた方は必要なものをすべて手にし帰りました。あななた方は必要なものをすすべてて手にし、し満足していますと。 その後にです、ね、動詞をくっつけたときにスキルする表現それは動詞を説明するということで、まあ、副詞なんですね。ですからこの場合「all, having all that you need」は副詞なんですね。副詞化表現。副詞化された表現は他の文章の副詞と入れ替えることができるという鉄則があります。でもう一つの背後にあった「in all things at all times unquestionably」 この「unquestionably、no, un」「疑いもなく」というのはやっぱり福詞なんですね。疑いもなく彼は来ました。疑いもなく彼はえ逃げてしまいましたという動詞をつけるとしっくりくるその表現は福詞ですね。でこの「unquestionably」と「having all that you need」を入れ替え可能なんですね。だからここ unquestionably を, un を取って having all that you need を入れることができますただし福祉家の場合はですねもともとあった副詞を残すこともできるんですね名詞化の場合は残すことできませんけども福祉家の場合はもっと残すことができるということもちょっと念頭に置いていただきたいんですけどもそうしますと in all things, at all times, having all that you need you will abound in every good work これがまあ聖句とそのまま同じですね では今の聖句第二コリントの9章の8節の聖句を利用して他の文章を言う練習をしてみたいと思います。最初はですね「あなたが昨日買った全ての宝石を私に見せてください」とこういう文章を言えるようにするためにはですね さっきのセイクの応用をすればいいんですね。この応用文も、えー、背後に二つの英語の文章があります。一つは、You bought all the jewelry yesterday。あなたは昨日すべての宝石を買いましたという文章があります。でもう一つ背景にはですね、Show me your girlfriend's、uh, girlfriend's picture。あなたのガールフレンドの写真を見せてください。Your girlfriend's picture。 これもまあこうじゃなくてもいいんですけどもそういう文章が背景にあったとします。これを2つ合わせると「Show me all the jewelry that you bought yesterday」という文章ができますのでそのプロセスを説明いたします。まずですね「All the jewelry」を先に持ってきて「You bought yesterday」を後に持ってきてその間に「that」をつけます。All the jewelry the that you bought yesterday となるとあなたが昨日買ったすべての宝石っていう意味になりますこれは文章が名詞化された表現ですね名詞化の八番という表現ですけれどもこれも名詞だということがすぐわかりますよねというのは天に語派をつければスきリしますあなたが昨日買ったすべての宝石はでもいいですしあなたが昨日買ったすべての宝石をでも ししますでしょう手に歯をつけてスッキリするものは名詞なんです。でこの名詞は他の文章の名詞と入れ替えることができますね。「Show me your girlfriend's picture」girlfriend は名詞ですからこれを入れ替えてですね「Show me all the jewelry that you bought yesterday」とすればこの文章が簡単に言えるようになりますね。 Show me girl's friend's picture が言える人は Show the me all the jewelry that you bought yesterday を言うことができますではですね次に応用文2の練習をしたいと思います。Knowing all the truths, you will abound in every good work あなた方はすべての真実を知ったので あらゆるよい技で満ちるようになるでしょうという文章を言いたい場合ですねこれもさっきの聖句と非常に似てますけども2つの背景にある文章を融合させるとこういう文章になりますね。でその背景にある文章の1つ目は「You know truth all the truth. あなた方は全ての真実を知っています」。ここれれは文章ですねこれを 「U」を省いて「NO」の後に「ING」をくっつけて「Knowing All the Truth」としますと「すべての真実を知ったので」でこれがか表現の「副詞となりますねすべての真実を知ったので」でこの後に動詞が来るとすっきりしますね「すべての真実を知ったのでやめました」「すべての真実を知ったので驚きました」とかですね どうしくっつけると、スッキリしますからアコレフクなんです、ね。で、えー、その背後にある、もう一つの文章。As a result、その結果、これは、えー、やはり副詞なんですね。You will abound in every good work。その結果、いうのは副詞ですから As a result の代わりに knowing all the truth、という言葉を、ヒョを入れ替えることを言いますね。Knowing all the truth You will in every good work. あなた方はすべての真相を知ったのであらゆる良い技で満ちるようになるでしょう。えこのようにしてですね聖句は、まあ、きっちり覚えてスラスラと、まあ、口から出るようにですね覚えてそれをちょっとだけひねって今度は違った文章を言うことができるようにすればですね英語で聖書を学んでどん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 会話力も 豊かににななっってていいくという感じになっています私はアメリカボストンにですね会社に何年か勤めたんですけどねで私のその会社での責任は2つほどありまして1つは開発部品質開発ですねという部署に属しもう1つはですね貿易部2つの部署に属していたのでボス部長が2人いましたけども。 貿易,の貿易部の方の仕事のが多かったですねでどういう仕事をするかっていうと海外からお客さんが来た時は、まあ、私の責任ですねと特に東南アジアからお客さんが来た時はもうず,ずっと付ききりで朝から晩まで夕食の時までですね、まあ、私がいろいろお世話するというそういう仕事でした、まあ、非常にた、まあ、楽しかったわけですけど特に食事はですね 会社の経費で,です、ね、おいしいあの食事レストランに行ったりですね、えー、非常にいい思いをしたんですけども、えー、ある時ですね日本人の訪問客が一人でやってきましたボストンの飛行場まで来たんですけども私は彼を迎えに来ました空港に。で到着時間というのもまあ分かってましてでホテルの,そのモニターの画面にもですね えー、到着便の情報が出ますのでああの便で来たんだなと思ってですねでその訪問客が乗っていた飛行機がもう到着したの分かってましたからそのゲートのところで待ってたんですけども全然出てこないんですねねどううなななっっっっちゃっててのこのこ飛行機に乗らなかかたたんんだろうとかなんだん心配になってきました、ね、でもう1時間あるいは2時間ぐらい経ってしまったと思うんですけども他のお客さんも全部降りちゃったと思うんですけどね。 やっとそ,その日本人がゲートの外に出てきましたそれで何か使われたような顔してんですねで聞くとですねえ捕まってしまったってね捕まってしまったの取調室に連れていかれちゃったっていうんですよねでいろいろに荷物を調べられて大変な思いしちゃったんだって言うんですねで「どうしてですか?」って言ったらですねあのかの中に何が入ってるかって 聞かれたらしいんですねだから「レザー」って答えたんですか「レザー」ってこれ今日本式に発音してますけどねで彼は、えー、革の関係のいわゆる靴作ったりですねあの革のジャケットを作る日本の会社そういう関係の方だったんですねですから革のサンプルをカバンに入れてあったんですねサンプルそれでそれを言うつもりで レーザー,レーザっーって言ったんですねそしたらそのアメリカの移民局の方がですね英語の「レーザー」に聞こえちゃったんですね「カミソリ」「刃物」「これはやばいぞ」「テロリストじゃないか」っていうのはもう疑いもかかったかと思います。それで彼を取調室に連れてって全部カバンの中を全部ひっくり返してですね全て出して結局。 紙そうに見つからなかったということだったんですけども、彼はちょっと発音間違っちゃったんですね。革、靴の作る革、でジャケットなんか作る革ですね。あれは L で始まりますね、leather、leather でしかも T H の発音は少し軽くした方がいいので、leather、leather ですね。それをないと革にならならないんですけども、それを ななんんと日本的な発音ででレザーっっって言っちゃったんでレザーそうするとアメリカ人の耳にはむしろレイザーのに近いんですね。レザカミソリそういうことで彼はとんでもない無駄な時間を費やすことになったんですけどもここでやっぱりあの3つの発音の違いがあるんですねその短い単語なんですけど三3つの発音の違いがありますね。 まず最初は「レザー」顔の場合レエル、ね「レ」L」でレ」「レ」下の先端を上の歯の後ろにきっちりくっつけて音を出してパッと離す音「レ」「レザー」でカミソリの方は「R」ですから下を丸めて「r 上に口の上の上顎につかないように戻して「re ですね「レ」まずそこが違いますね。それから二つ目は その母音が違いますね。顔の方はレ、あ、い、e、う、えの A、ね、えで,、e、ですね。レザー、レザー。で、カミソリの方は、え、いですね。レ、イレジャーで、レイ、レイザー。でレザーの、えと、えいが違います。それから3番目は、顔の方は、th、ザ h ですね。で、カミソリの方は、z ですから、舌を噛まない、ザー,ザー Ather, razor. この短い単語で3つも本当は発音が違うんです。ですからこの発音をきっちり身につければ2時間も移民局に捕まることはなかったということですね。では一つ皆様にクイズをお出しします。 Do people buy things? 意味わかりますか ?Why do people buy things? 人々はなぜ物を買うんですか人々はなぜを買うんですか答えわかります人々はなぜ物を買うんですかじゃあ答え言っちゃいましょうか非常に簡単ですね。 Because we can't get anything free. なぜならば私たちはただでは何も手に入れることができない。だから買わなくちゃいけないことですね。わかりました人々は何で物を買うんですか盗むわけにいかない。ただでもらうわけにいかない。だから買うんですっていうのが答えなんです。Because we can't get anything free。じゃあもう一度ですね、今日の 成クの発音を発音を中心に練習してみたいと思います。In all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. ここでちょっと注意する発音としては in all things, th ですね things.At all times, having all That you need, know, that, th, s that you need. You will abound in every good work. であと L がいくつかあります。あとの方に来る L です。All の L です。All。それから、それが三回出てきまして、You will L。最後の L が出てきますね。ですから、th と L の発音に注意すると、 このセが、えーが、を美しく発音することができるようになります。もう一度発音してみますね。In all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. うまく言えましたでしょうか。じゃあ、ついでにですね、応用文の練習もしてみましょうか。応用文のうち show me all the jewelry That you bought yesterday. Show me all the jewelry that you bought yesterday. ここのところで発音でちょっと注意しておくのは jewelry ーー。この jewelry ーーは L の後に直後に R がきますね。ですから下を上の歯の後ろにくっつけた瞬間にですね下をガッと奥に丸めて R の発音に移らないとこの発音がうまくできませんので。 それはちょっと練習が必要ですねそれからもう一つの発音の注意点はこれは音が変化しちゃいけないんですね。Bot というところ「こぐ船」になりますね。か船買ったはです、ね、を「あ」のように開けて縦に開けてですね「あ」を言うつもりで「お」言うあるいは「お」言うつもりであ「あ」を言うんです「あ」しかも長くなります。 変化をさせないで長くなりますね。bought、bought これもしっかりと発音すると非常に分かりやすい英語になりますね。もう一回言いますね。show me all the jewelry that you bought yesterday。言いましたかでもう一個ですね。応用文のもう二つ目ですね。knowing all the truth, you will abound in every good work. Knowing all the truth, you will abound in every good work。ここで注意するのはですね、まず truth 真真実ね truth。ここで R の発音 T の直後に R が発音がありまして最後に TH。ちょっと舌が忙しくなりますけど truth。それからもう一個発音として注意するのは最後の work ですね働き技とか働き。 W は口をとんがらかしますね。口をとんがらかした後、e r の発音になりますから、舌を丸めますね。だから口をとんがらかしている間にも、舌を奥のに丸めておいて、w k Work。そうすると、Work という発音がうまくできます。Now, please repeat after me one more time。もう一度言って、後について言ってくださいね。Knowing all the truth, you will abound in every good work. 大丈夫でしょうか? Well then, please come and join us again next time, okay?